猫背が目かけ方を解消、太くなりやすくなった背中と二の腕のいらないお肉を取っていきましょう。しっかりと準備していきましょう。吸って息を吐きながら、上側の手を背中からしっかりとねじって、反対側の腕の脇の下の方へと交差させていこうとします。呼吸に合わせて行うことで、凝り固まってしまった背中から、そして腰のあたりまでの筋膜がリリースされていくから、背中痩せ、後ろ姿美人に効果抜群です。反対側も同じように準備していきましょう。支えになっている方の腕が、肘が痛いという方は、手とか肘の下にタオルを敷いていただいて大丈夫だよ。さあ、内股にしている方の足が辛いのか、外股にしている方の足が辛いのか、左右差もしっかりと観察してね。なるべく背骨を長く保って、たくさん息を吸ってゆっくりと吐いてください。ねじりは少しでも大丈夫なので、しっかりと動かしていきましょう。あと少しです。さあ、次は内気。上半身をねじっていくよ。さあ、もうここまで来たら、あなたのお腹周り、そして腰周りの浮き輪肉はとっても燃えやすくなっていて、今こうやってねじることによって最高にくびれるから、頑張って、あと少し。ポイントはね、歯を食いしばるほど頑張るんじゃなくって、くびれたい箇所からねじっていく。そしていらない上半身の力は抜いて、耳、肩のあたりのリラックスをしてください。OK、 反対側も同じね。ねじった時にちょっと痛いなと感じる箇所、そこがまさにあなたが老廃物が溜まっている箇所なので、この辺りをちょっとね、暇な時につまんだりしてマッサージしたりしても効果があります。痛い、硬いという箇所をしっかりと見つけていくということをポイントです。ご自身の体を知っていくということがポイント。もうあと少しだから頑張って。もうだいぶくびれてきたと思います。下向きで寝転んだ状態で準備していきます。右手と左足、左手と右足を交互に長く伸ばして、少しだけ上げていきます。お腹とお尻に力を入れて、しっかりと体幹を意識しながら、手と足が長くなるように、身長が伸びちゃうように、あと少し呼吸に合わせてゆっくりと行っていきましょう。右の足の膝を曲げ、右手を高くバンザーイして、左の足を横に伸ばして準備していきましょう。体側度ストレッチを行っていきます。ポイントは前とか後ろとかに倒れないように、ご自身の真横に上体を側屈させていきます。伸ばしている方の足の膝は絶対に曲がらないように注意してください。曲げている方の足は膝が浮いてくる場合は、膝の下にタオルを敷いて軽減していきます。さあ、呼吸に合わせてしっかりと、あと少し。反対側も片膝を曲げて、片方の足を伸ばして、曲げている方の膝の方の手を高く万歳して準備です。息を吐きながら側屈してください。なるべく手は遠くです。曲げている足の膝が痛い人はタオルを下に敷いて高さを出してくださいね。たくさん倒れる必要は全然ないです。あなたの真横にしっかりと倒れて、体側がじゅわーっと伸びてきて、お尻が床から浮かないようにだけ注意してください。あと少し。左の手をまっすぐに伸ばし、右の肘を曲げて四つ這いで準備していきましょう。股関節のあたりから曲げていきます。伸ばしている方の脇を床へ近づけようとします。
猫背巻き肩改善効果、腕のねじりの疲れ改善効果、背筋を伸ばす効果、そして股関節からしっかりと使えるようになる効果があります。で、少しね難しいポーズなのでペースはゆっくりでも大丈夫ですよ。無理をしないで行っていきましょう。今度反対側、右の手をまっすぐ伸ばし、左の肘を曲げて四つ這いで準備していきましょう。股関節から折り曲げて脇の下を床へ近づけようとします。この時にご自身の左右の差というのをしっかりと観察してみてください。肋骨のあたりとか使いすぎている部分とか固まりきっている方がとっても多いです。で、あまりにもね左右差があるよという方は辛い硬いという方を多めに行っていただいても大丈夫です。無理をしないでご自身のペースに合わせて行ってください。四つ這いで肩の真下に手首、骨盤の真下に膝が来て、両手両膝になるべく均等に体重を乗せて準備です。息を吸って背中を丸めて、息を吐いて背中を反らしていきます。腰から背骨一つ一つを丁寧に、そして一つ一つ少しずつ反っていく、丸めていくというイメージです。呼吸に合わせて行っていきましょう。キャット&ドッグのポーズです。背骨の硬さを取るのにとても効果的、そして自律神経のバランスを整えてくれるんです。次はソラシックツイストです。右の手を頭の後ろに置いて、そして右の体側のあたりを伸ばしていくんだけども、ツイストしている時に固まっている箇所があなたのリンパの流れが滞っている箇所なので、しっかりと今日一日硬かった箇所をつまんだり叩いたりマッサージしたりしてみてもとっても効果があります。さあ反対側も同じように行っていくよ。さあどこが引っかかるかな。ご自身の体側の引っかかる箇所、そして固まっている箇所、そしてリンパが滞っている箇所をしっかり探してみて、左右差も感じてみましょう。引っかかるところが残念ながら老廃物が溜まっちゃっている箇所なので、しっかりと伸ばしていこうね。呼吸も止めないで、あと少し。さあ次は三角のポーズ。しっかりと足を、体側を伸ばしていきます。右の足の先をまっすぐに、左の足の先を前側に向けて、右の手を万歳して行っていきます。左の手は左の足を滑らせるように軽く置いていきます。ゆっくりと体側を伸ばしていきます。ポイントは上体が前や後ろに倒れないようにしっかりと真横に倒していく。この状態が辛いという人はお尻のあたりを壁に置いて行っていただいても大丈夫です。反対側も同じように準備していきましょう。どうしても辛いという人はもう背面全体ね壁に寄りかかった状態で行っていただいても大丈夫です。余裕があれば目線は少し空かまっすぐ前を見つめていきましょう。無理にたくさん倒す必要は全然ないです。左側の体側が伸びているなと感じたら大正解。巻き肩にならないように、前に倒れないように、それだけ気をつけていきましょう。LINE のお友達限定で無料プレゼントがあります。運動を習慣化するためのカレンダーと、これさえやれば OK、 1週間のエクササイズメニューです。概要欄からお友達登録お待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。